ざまだ。そう。あげく逃げ帰ってきたんだろ。誰に寝ちまったのかね。いや、私のせいか。の猫？なんだろう、あんまり良好じゃないのか、関係は。でもまあ、帰ってきてくれてよかったよ。夏希、あんたに私の研究を継いでほしい。海に飲み込まれて何もかも失っちまったけれど、でもまだ終わっちゃいないんだ。アトリを引き上げておくれ。あの子をあそこへ連れて行けば、計画は再び動き出す。出来の悪い家政婦みたいなもんだよ。ああ、頼まれてたのか。足くらいなんだってんだ。あんたはまだ負けちゃいない。地球を救うんだろ。あの島はまだ海を漂っているはずだ。探しておくれ、夏希。ばあちゃん？すごく気になるけど、学校行かなきゃだから。あと、明日は絶対学校来てね。クラスで話し合いたいことがあるの。いい子だったっすね。ああ、もう大遅刻だよ。学校。さて、私らも行こうか。待ちよ、そいつを売らなきゃいけないでしょ。どこで売るかはさておき、大体の値段だけ先に見積もっておきたいわ。ちょっと、まあそうか、さっきも言ってたかんな。しましょうか。足か。はいです。雰囲気あるな、風景に。いいね、こういうゴミゴミした場所は好きよ。私みたいなのが紛れてても目立ちにくいからね。確かに目立ちそうだな。ああ、なんか独特な。ねえ、あれなんとかならないの？ああ、ねえ、せめてシューズでも。印象が悪い。旗から見ると人買いみたいよ。それだ。可愛いですけどね。なんでキャサリンなんだろう。気になるな。質問してもいいですか？ここはどこでしょう？私のメモリーにはありません。消去されちゃったりとか、どうなんだろう。
あへっちゃらです、高性能ですから。綺麗な足。ううどうかしましたか？つか。子供用。私に買ってくださるんですか？なるほどね。足が汚れてちゃ売り値が下がっちゃうものね。気が利くじゃないの、坊やん。早くしなさいよ。どれでも一緒でしょ。待ってください。判断基準が多数あって決めきれないのです。丈夫さはこれだし、見た目が整ってるのはこれで、お値段とのバランスが良さげなのは。めんどくさいわね。もうあんたが決めてあげなさいな。うん、こだわるね。あ、サイズもぴったりです。よかったわね。さ、行くわよ。似合うじゃない。ご機嫌だ。でもローファー素足で履くと、あのかかとやられるよね、絶対。靴下履かない。まあ、あのロボットだから関係ないんだろうけど。はい、だって夏樹さんが私に物を与えてくださったんですもの。かわいいぞ、こいつ。ロボット三原則とかあるんですかね、この世界に。あれってでもどういうところから出てきたんだろうね、ロボット三原則って。元ネタが分からず。私は今から売却されるんですよね。理解していた。あの、お願いがあるんですが、私を売るのは少し待っていただけませんか？そこ自体はあれなんだ、嫌だって言うんじゃないんだ。言い出すかと思ったらダメに決まってんでしょうが。45日後に、世界に何かがあるってことか。さあ、行くわよ。
ジャンク屋。この子ヒューマノイドかい？へえ、まだ残ってんだね。都市でもそうそう見かけない乗物よ。相場が気になる。あんた、あれだろ、最近町に流れてきたっていうよそ者の。悪いことは言わないから早いとこ出て行きな。ここは静かな町だ。あんたみたいなのは歓迎されない。言われなくても仕事が片付いたら出て行くわよ。それで、いくらになりそう？売るのかい？この子を？うちじゃ、とてもじゃないが買い取れないよ。どうしてよ。金がねえ。売るあてもねえし。でもまあ、買い手を探してやることはできっかもな。ちょいと型番を見せておくれ。やっぱめちゃくちゃ高いんだろうな。そんなところに、まあまだ残ってたんかって言ってたから、うん、もう水没しちゃったのかね、大体は。おお、山崎ファクトリー社製の第4世代ガンダ、初期不良が発覚してリコールされたモデルだね。これいや、そんなはずないね。稼働するヒューマノイドよ。リコール品でもいいねがつくはず。おお。ああ、やっぱそういう感じなのか。さて、これが八千草博士の借用書。うん、名字違うのかな、やっぱり。でしょうね。正直あんたにそれは期待してないわ。かといって手ぶらじゃ帰れない。私だってプロですからね。なるほど、これが出会いか。協力しましょう。そうしたらお互いにいい思いができるから。八千草博士の遺産をサルベージしたいの。博士は高価な何かを倉庫にしまったまま海に沈めてしまった。それを引き上げて山分けしましょう。それで借金はチャラってことで。どうかしら、ボーヤ。関係自体はじゃあそんな長くないんだ。うん。から連れてきたんだい、この子。ああ、まあそうだよな。そうなのかい？はい、間違いありません。今朝そちらにいる夏希さんに海から引き上げてもらいました。そうかい、よかったな。寒かったろ、海の底は。寝てたので覚えてません。それで、私は高く売却できそうですか？そうさな。リコール品っても、このくらいはつくかな。おお、何百万とかなのかな？勝った！人生の賭けに勝った！
すごい。じゃあ何千とか行くのかな。なるほど、さすが高性能な私。ご満足いただけるプライスがついたのですね。自分が売られるのに。相手も探してやるよ。手数料はそうさね、 5% で。ちっ、まあしょうがないわね。時間はどのくらいかかる？もしも出て向かなきゃならんし、まあ1ヶ月ちょっとあれば。結構かかるわね。なるべく高く買ってくれる相手を見つけてよね。もちろんさ、その方がうちも儲かる。なあ、あんたのマスターは誰だい？こちらにいる夏希さんです。そうかいそうかい、ヒューマノイドはマスターを間違えない。あんたがそうなんだな。うん。じゃあ売りに行くときは同行してもらうよ。ヒューマノイドをマスターの許可なく売買するのは違法なんだ。あたしも行くからね。持ち逃げされちゃたまらないから。ところで兄さん、あんたそれ随分と古いの使ってるね。足か。サイボーグ義足の安いのが出回ってる。金が入ったらうちで注文してくれよ。サイボーグ義足か、性能いいんだろうな。しらいでもするかね。朝からリンゴしか食べてないし。ああ、45日か。はい、ありがとうございます。そうだよね。けなげだな。お、ロボット三原則。そうそうそう、これいろんな作品で聞くんですけど、初出ってどれなんですかね。結構古いのかな、やっぱ。こんな子売れない。今使ってるその足よりきっと役に立ちますよ。どうしてですか？私の方が高性能なのに。なんか理由あるんだろうな、思い入れとか。買い手を見つけるまでこの子は私が預かっておくわ。さ、来なさい。行かないでしょ。え、あの、いやー、選択肢バッドエンド。これ好感度的なものとか。セーブは大事です。どうする、両方見るか。いや、一本でいきましょう、体験版は。夏希さん、
はあ？バカ言ってんじゃないわよ。あんたがこいつを連れて逃げないって保証どこにあるのよ。私が連れてでもマスターのあんたがいなきゃどうにもできないんだから、一緒じゃないでしょ。保険ってことね。まあでも、うん、言ってることは確かに。はい。これは結局、でもなんだろう、好感度的にはなんか上がったのかな。まあ、そういうのあるかどうかわからんが。また連絡するわ。ああ、お腹空いた。何食べようかな。悲しそうな顔をしていた。なんか犬みたいな感じだな。悲しい。あらら、足か。あんな顔されちゃったらね。